はい、どうもこんにちは。はい、前回の続きです。まずここの金鉱石だね。いや、よし、2個目。いいね、いいね。え、ちょっと待った、ゾンビじゃなくて金鉱石もある。やばいよ、この洞窟。危ね危ね、すごいいろいろある。もう何でも揃ってる。一緒、やった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 よ。あ、金鉱石落ちた。っていうかすごいんだけど、下のマグマが、えっ、ラピスラズリ、石のつるはし以上で掘れる。やった、うおうおうお、え、なにこれ、もう何でもかんでも取れちゃうよ。やった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 、パッパンパンパパン。うお、金鉱石いいのか、こんなに取れちゃって。すごいすごいすごい。あれ、まだこっちにある道、なんだこれ。あ、行き止まりか。うわ、すっげえ。こっちがまた気になる。こっちじゃなくて向こうからかな。うわ、すっげえ、すげえな。上に石炭がある。あ、びっくりした、いつか何かと思った。すげえ、下のマグマがほんとすごい、すごい。危ねえ危ねえ、落ちるとこだった。危ねえ、すっごいヒヤッとした。で、問題は、うわ、降りれねえ。問題はここどうやって降りていくかだ。うわうわ、ここ降りれない。これはどうやって降りよう。うわうわうわ、コウモリって、コウモリって攻撃してくる。うわ、やべ、嫌な音した。ここで死んだら泣くぞ。溶岩の方、敵がいっぱいいたからね。すごっ、うわ、怖っ。怖っ。っていうか何やの。うっそマジ、魔女なんていたの？全然気づかない。嘘、マジかよ、おい。嘘。マジで。今ガチで、今へこんですごい焦ってる。どうしよう。もうあんなとこ行けないって。どうやって行った？どうやって行った？確かこっちだよね。クモの巣なんか復活してるような。ちょっと、いけないやん。
なんかハメ技が。どうやって行った、どこ行った、どうやって行った、こっち暗い、あ、でもこっち行った覚えない、こっち行ったのか、そうだ、ここすげえって言って、こっちだ、嘘、ちょっとあれ回収しないとマジで嫌なんだけど、暗いか、違う、登れない、つるはしくらいも作っとけ、作って持ってくるべきだったか、あ、ここだここだ、でももう結構奥行ったからね、あんなとこ行けんのか、で、あ、こう階段みたいになってるねって言って降りて、あ、石炭、あ、あ、だいぶ近づいてきたっぽい、で、で、どこだどこだどこだ、こっちか、あ、なんだ、え、え、こっちだっけ、違うよね、これ石炭ほら、あ、そうだ、こ、黒曜石とか言って、こっちか、でも魔女いるんでしょ、魔女って何、何も、 あと少しだ、で、どうだっけ、ちょっとまた、ふざけんな、マジかよ、なんもないし、てんてんてん、ふざけんなって、おい、おい、死ねよあいつ、マジかよ、おい、もうないんじゃない、うわうわ、本当にうわだわこれは、ほぼほぼ全財産が作れねえし、剣5個も作っちゃったよ、まあ、もうないよね、もう落としたのね、さすがにないよ、本当に、ああ、まだあんなに喜んでたのにね、すべて台無しになったよ、これ今本当に泣きそうだ、あー、ないな、やっぱりないね、あー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 、ないわないわ、マジでないわ、一つもない、あ、もう殺してくれよ、もう殺してくれ、本当に一つもない、ラピスラズリもレッドストーンも金鉱も、あのタイルに取った鉄鋼や石炭も、大量に作った松明や鶴橋など道具も、大量に作ったパンやステーキも、すべて、そうだ、鉄の、やっと作った鉄の防具たちも、すべて無に帰した、ああ、なんかこんなこと言ってたらすっげえあの骸骨ムカついてきた、殺されようかなと思ったけどなんか嫌になってきた、こんなことってありかよ、届かない、あー、もう殺してくださいよ。
というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。